4つ橋線は、大阪府大阪市北区の二周目台駅から同市、住野駅の住野江公園駅までを結ぶ、大阪市高速電気軌道の路線。正式名称は高速電気軌道第3号線と、小市、鉄道用欄では3号線と記載されている。駅番号を表す際に用いられる、路線記号は、Y。路線相称の由来は、 四つ橋筋の地下を走ることから。ラインカラーは、大阪市の大動脈である、御堂筋線に対して、静脈の意味や、また動線より海寄りを走っているため、花田色となっている。大阪市中心部では四つ橋筋の地下を南北に、走る。墨之江公園駅で、南港ポートタウン線に連絡している。当初は、 大国町駅を結節点とする、御堂筋線の視線的性格を持っていたが、九百六十五年に、西梅田駅大国町駅間が開通して、以降は、同線のバイパスとしての使命を持つようになった。四つ橋線の西梅田駅大国町駅間は、御堂筋線梅田駅大国町駅間よりも、距離、所要時間が短いが、御堂筋線の各駅付近に位置する、繁華街。 オフィス街の中心部から西に300から400メートル離れているほか、御堂筋線と比べて他の路線との乗り換えに距離を要する駅が多い。関西大手私鉄5社全社の路線と接続しており、西梅田駅で、阪急、阪神、日後橋駅で、京阪、南波駅で、阪神、南海、近鉄と接続している。他の地下路線との交差部分は、 すべて4つ橋線が上を通っている。大阪メトロでは利用者数、収益ともに第5位である。自動放送設備に関しては、1995年より4つ、橋線だけ接近メロディは方向に関係なく、下り線のものを、発車メロディは、打線と上下線で逆のものを使用していた。これは、同一ホーム内にある。 大国町駅での御堂筋線との五乗防止を目的としたものである。2012年5月に自動放送が一新され、打線と同じ線律が使用されるようになり、列車到着後には中央線や境筋線同様、日本語での案内の後に英語による案内放送が流れるようになった。ただし、接近メロディは打線と同一のものだが、発車メロディは 自動放送が一新された後も、打線と上下線で逆のものを使用している。接近メロディは途切れることなく、南馬駅の2周目だ方面行きが2回しかならない、以外は3回なる。なお大国町駅だけは待機とは異なり、下り2番乗り場が男性アナウンサー上り接近メロディ、打線の上り発車メロディ、上り3番乗り場が女性アナウンサー下り接近メロディ、 打線の下り発車メロディの組み合わせである。当線の線名は四つ橋線と、つがひらがな表記であるが、当線にある同音の駅名は、四つ橋駅と、カタカナ表記する。これは、路線名が通過する街路の名前に由来するのに対し、駅名は地名を採用したという経緯である。四つ橋線は、歴史的経緯により、距離を示すキロポストが二つに分かれている。 運賃計算には、西梅田駅大国町駅間のキロ数が、御堂筋線梅田駅大国町駅間と同じになるよう調整された営業キロに対応する、く数を用いる。ほとんどの列車が、西梅田駅住野江公園駅間の運転であり、朝ラッシュ時は2から3分間隔、日中は6から7.5分間隔、夕方は3から4分間隔。 夜間後から10分間隔、早朝、深夜は約10分間隔となっている。なお、朝と夕方のラッシュ時には、車両基地の緑木県車場に繋がっている北、輝駅を始発、終着とする北輝駅西梅田駅間の列車も運転される。このほか住野駅協定ナイター開催の日には、21時台に一本臨時列車が増発される。 基本的には、住之江公園駅で、ニュートラムとの接続が考慮されている。2013年3月23日に、ダイヤ改正を行い、それまで、終電後車庫まで、回送運転していた列車を活用し、上り列車の終電は20分、下り列車の終電は10分26分、それぞれ遅らせた。また、利用実態に合わせて、 平日10時から12時台の5分間隔を6分間隔へ、土曜、休日10時から15時台の5から6分間隔を7から7.5分間隔へ、それぞれ変更した。2016年以降、大阪メトロの第3機上路線の車両の定期検査はすべて、緑木検査場で実施しているため、御堂筋線、谷松線、中央線、 千日前線の車両が改装で四つ橋線を走行することがある。二十世紀初頭における大阪市の大道脈であった大阪市電南北線は地下鉄の登場によってその座を御堂筋線に譲った。四つ橋線の南場駅以北の区間はこの南北線を継承する。また、大阪市電南場木津線を継承する南場駅、大国町駅間の線形が 御堂筋線より直線的で上述の通り大国町駅以北の所要時間は4つ、橋線に分がある。なお、玉出駅住野江公園駅間は大阪市電半囲線の代替を兼ねて建設された。上記のキロ数は10キロ4つ橋線は1965年10月以来北端が西梅田駅となっているが、これを北進させ、 阪急電鉄13駅に接続する構想がある。西梅田13連絡線と呼ばれるもので、2004年8月に大阪市が検討していることがメディアにより紹介されたのを始まりに、同年10月の近畿地方交通審議会答申第8号には、阪急電鉄と大阪市の提案により、西梅田北梅田 13.2.9km が、 中長期的に望まれる鉄道ネットワークを構成する新たな路線として盛り込まれた。2005年10月には国土交通省により都市鉄道を通り便増進法に基づく対象路線として路線延伸に関しての調査に向けた検討を行うことが発表され2006年12月8日には阪急大阪市国土交通省が 都市鉄道通り弁蔵新法に基づいてこの路線に関する原案を固めたと報じられた。また2012年には、何和筋地下で大阪市街地を南北に循環する新線、何和筋線の構想が停滞していたこともあり、西梅田13連絡線に合わせて、阪急の新大阪連絡線構想、さらには4つ橋線の南海電気鉄道接続、乗り入れにより、 新大阪駅と関西国際空港を直結する新ルートとして検討されていたとの報道もあった。しかし、西梅田十三連絡線の議論が停滞する間に、何和筋線の議論が進展し、現在では、何和筋線と十三駅を直結する、何和筋連絡線の調査、検討を進めることとされている。ただし、西梅田十三連絡線、 何は筋連絡線の両者を並行して議論する形になるとの関係者コメントも報じられている。南側に延伸する計画もあった。この計画は現在の墨野江公園駅から堺市大浜を経て浜寺公園付近まで延伸するというもの。堺市大浜までの軌道特許を取得したのは1959年と古いを走らせていたこととも関係すると思われる。 そして1972年に、墨野江公園駅まで開通したが、その後の堺市へ入る区間は、未着工のままで、実質凍結状態となっていた。1989年5月31日の運輸、政策審議会第10号答申でも除外され、2004年3月31日に、工事志向認可申請期限を迎えた際、大阪市が、 申請期限の延長を申請しなかったため、同年4月1日付でこの区間の軌道特許が失効しており、計画は事実上頓挫している。なお、もともと4つ橋線は玉出駅からさらに南へ、伸び隅の駅北島を経て、堺市宮間町に至る予定であったが、南海電鉄南海本線との距離が近すぎるために、南海電鉄から猛抗議を受けたことや、 今後臨海地域の発展が予想されること、及び用地買収のコスト削減などの理由から、進路を西へ移動し、旧市電三方線が通っていた大阪府道29号、大阪臨海線ルートで、堺市へ入ることとした。そして現在経路の北、加賀谷、墨の江公園に立っている。玉で駅南側で路線が大きく、南から逸れて西へ向かっているのは、 このような背景があったからである。2009年10月、堺市長に就任した竹山治美は中止すると表明した、堺東駅堺駅間の LRT 計画、東西鉄軌道の代わりに、4つ橋線を堺市方面へ延伸する計画を改めて打ち出した。大阪府崎市庁舎への不調移転を後押しするため、設置された、 夢須先サキス地区町づくり推進協議会が出した中間、取りまとめ案によっつ橋線の堺市への延伸が盛り込まれ、竹山はこれに歓迎の意向を示していた。しかし、延伸の実現を見ることも、何の議論も進展しないまま、竹山は辞職している。2017年度決算における、経常収支は、約7億円の黒字、営業収支は、 約11億円の黒字、営業係数は90.4である。長らく形状収支は赤字が続いていたが、2013年度に黒字転換した。また、2014年度の1日平均輸送辞任は、当時の大阪市営地下鉄で5位の254,284人で、ある。全駅大阪府大阪市内に所在。ありがとうございます。